こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回はココア入りの生地にくるみとチョコチップをザクザク入れて柔らかく焼いたおやつパンをご紹介します。ふわふわのココア生地にとろけるチョコレートとくるみの食感が最高に美味しいパンです。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、ココアパウダー、砂糖、塩、ドライイーストを入れてぬるま湯を注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。生地がまとまってきたら細かく切るようにして混ぜていきます。生地全体がココア色になるまでしっかり混ぜてください。時々生地を広げて白い部分がないか確認しながら混ぜていきます。よく混ざったら容器の中心に寄せて蓋をして2倍になるまで発酵させます。一回り大きな容器に60度ぐらいのお湯を入れ、生地の入った容器を浮かべてタオルで覆って温めて発酵しやすくします。くるみは180度のオーブンで5分焼いておきます。完全に冷めたら手で細かく砕いてください。生地が2倍になったら発酵完了です。容器の中にくるみとチョコチップを加えます。カードで切って重ねてを繰り返しながら生地に具を混ぜていきます。切って重ねてを繰り返すうちに生地に具がしっかり混ざってきます。生地全体に具が散らばったら粉を振った台に取り出します。生地を6等分に切り分けてそれぞれ丸めます。表面にシワが出ないように生地を広げて、周りの生地を裏に集めて閉じます。具がはみ出して取れそうなときは手で押し込むようにして形を整えてください。表面にシワが出ないように生地を広げて、周りの生地を裏に集めながら閉じていきます。具がはみ出してきたら手で押し込むようにしながら形を整えます。間隔を空けて天板に並べて、乾いたタオルをかけて発酵させます。
温かいところに30分から40分くらい置いて2倍になるまで待ちます。生地が2倍に膨らんだら170度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。ふんわり柔らかく焼き上がりました。柔らかく焼くために170度の低温で焼いています。ご使用のオーブンの様子を見て温度や焼き時間は調節してください。ふわふわの生地に溶けたチョコレートとくるみの食感がとっても美味しいパンです。簡単に作れますのでぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。